リアホイールを外さないとですね、キャリパーにアクセスができない、そんな感じです。ギリギリなんですよね、うん、なんで、ちょっと外してですね、はい、作業をやらせていただくと。でセンターナットはこのブレーキディスク を止めてるみたいなんですね。これ緩めても外れないっていうね、キャリパーがあるんで、車のホイールみたいですよね。これ外す、ね、排気量がこれ150だから関係ないんですけど、これが、251cc 以上あった場合、これ日本の法律ですからね、日本で 251cc 以上あった場合だったとして、後ろのホイールを外す作業は、問題ない。タイヤ交換してまた戻す、マフラーつける、何も問題ないですね、はい、できます、車と一緒ですね、はい、さて、そうしたら、ブレーキを外してですね、ちょっとね、こっちの後ろも面取りして、あとちょっとこうね、やって、はい、そんなことを。ギアキャリパーを外す、この巻きです。これ面白いんですけど、フランジボルトの、フランジボルトなのに、なんかワッシャーが入ってるんですよ。しかもね、見たところね、アルミのワッシャーっぽいんですよ。外すでしょ。ほら、わかります？ほら、これアルミですよね。違うかな。アルミだよ。ですよね。なんでこれ入れてるんですかね。わからない。フロントもそうなんですけど、あとマフラーのボルトもそうなんですよ。で、ロック剤塗られてないんじゃないですか。これ塗ってあるかな。塗ってあるような気もするか。でも全然ロックの感じがしなかったですね。で、こういう感じなんですね。これパッドは、ね、鈴木さんとかがよく使ってるタイプのパッドですね、はい、うん、あんまり好きじゃないタイプ。で、こうやって外すやつね。これ好き、どうも好きになる。入れるのがうまいね、なんこれ、なんかね、こう、こうですか、こうね、こういう感じでいうイメージもありますし、こうこういうイメージもありますし、わかりますこの間ちょっとあの買い物でね、JHH に行ったら、ゲームセンターの、要はこう昔あったゲーム機みたいのが置いてあって、残り、あ、なんか販売、残り何台だったかな、販売中だったかな、え、これ売り物なの、これがそのまま全部で売り物なのと思って、29,800円でしたかね。2万〜3万円ぐらいだとするんですよ。だから要は画面がちゃんとあって、でコントローラーがついてて、でこれとね、あとボタンと、あと、まあ、電源スイッチがあるんですけど、あと1人用2人用のボタン、いや、お金入れるとこがあればほんまゲームセンターですよね。ゲームセンターの機械みたいなやつ。若干小ぶりなような気もしないでもないけど、でそれで、あとなんかギャラガと、何だったかな、要はスペースインベーダーとギャラガと、あともう一個なんかあったんですけど、ギャラガとなんとかはもう完売って書いてあるんです。あとインベーダーだけあるみたいなんですけど、でできるんだその場でこうやってできるんですけど、いやちょっとね、やっぱりこれはあのそういうあれですか、それともハエをイメージしてとかこうね、それともこう上の方でピロリ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 ってやる、よくわかんないですけど、いろんなイメージしてもしかして作ってるかもしれないですもんね。そっか、これはお、どんな感じ、あ、ね、グリスいっぱい塗ってありますよ。これはいいじゃないですか。で、そっか、これの場合はブーツになってるタイプなんだね、キャリパーがね、硬いな、結構押すと
出てきました。あ、出てきてはいるか。硬っ。押し込みこの硬いかな、長いからかもしれないですけどね。さあ、これ面取りしてですね、グリスはまあ大丈夫ですね、いっぱいでね、塗ってありますね。で、これ色違うの何なんですかね。こっちは赤いタイプで、こっちは白いタイプ、一緒なんですけどね、作りがね。この、あ、違う、これもあれなんだ、片方はただのブーツなんですね。シリコン系のグリスなのかな。ゴムの上を通、ゴムの中をただ通す方と、こっちが、アルミのね、あれ金属の方ので、ちゃんと使い分けてるんですね。はい、それでは面取りして、で組み付けて、はい、っていう感じで、やっていきたいと思います。とりあえずね、面取りを、はい、ただ戻していきましょう。とりあえずですね、とりあえずブレーキはタイパーつけましたね。で、これちょっと液をね、また変えたと。タイヤをホイールをつける前にエラを変え、液変えた方がいいですね。はい、ホイールつけるとねこの辺にホイールきますからね、はい、邪魔なんで、はい、この状態で、ブレーキ液の交換をしましょう、ね。で、一応ね、ホイールを見ましょう。ホイールね、ホイールが面白いんですよ。ちょっとね、危ないですよ、危ないですよ。まあ、ちょっと養生テープ貼ってありますけどね、こう大丈夫、こういうなんか車のホイールみたいですよね。で、反対側は、大丈夫ですか、こういうね、こういう、ほら、こういうね、ちょっと深い、まあ、フロントも同じ形状なんですけど、ここの作りだけ見るとね、車にそのままつきそうな12インチでしょ、まあ、タイヤだけ今オートバイのついてますけど、これ普通の車のタイヤ入れればね、太さが足んないですかね。120ですもんね、うん、軽トラでも145だから。これなんであれ車乗って145とか155じゃないですか。だからこう、155mm ってことですよね、幅がね。205とか、225とか。で、オートバイは、120って0じゃないですか。何なんですかね。疑問に思ったことないですか。なんか理由ありますよね。なぜ車用のタイヤは、5刻みで。5刻みじゃないんですけどね。10刻みなんですけど、その、単位、一番下が5なんですよね。で、一方ね、オートバイのタイヤはほら、ゼロで10刻みなんで、同じ10刻みでもね、うん、不思議。で、ここにあのセンターキャップがつくってね、はい、メッキのあのプジョーのマークが入ってるね、うん、面白いじゃないですか、ね、メイドインチャイナ、タイヤはねタイヤはね、ホイールはどこなんですかね、なんて会社が作ってるのかな、ちょっと、もう、わかんないですね。プジョーっては入ってますけど、あと、その何ですっけ、ホイールの、強度のなんか、あれとかね、そういうの入ってるみたいですけど、メイドインなんとかとか入ってないですね。これ専用品ですよね、これ。こういうあれでっていうことで作ってるんでしょうね。よいしょ。さて、そしたらね、ブレーキ、またちょっと、やりますからね。はい。位置がね、少し、こう、車両の位置が変わってるんですが。ホイールが危ないからちょっと見ますよ。で、向き的にはこれぐらいかな。でもやっぱ汚いか。汚
汚いっていうとねあれですけど、だいぶ黒くなってますね。はい、でまあ、これはちょっと後で洗いましょう。洗うのは一番いいですよ。うん、で、一応ね、どれぐらい熟成が進んでいるのかを見た方がいいでしょう。こんな感じですね。はい、まあ一般、まあやっぱ黒いですよね。こっちから覗くとね、すぐ裏側に銀色のがついてるんで、そんなでもないんですけどね。だここでもう黒く見えるってことは、だいぶもうここはもう真っ黒だっていう見方ができますかね。はい、で、これをちょっと、はい、トルードを変えて、っていう感じでございます。はい、ということで、またね、なんか、バーンとかね、バーンとかいう音がするんですよ。とりあえず、こっち側の、あれを抜いてね、それから、よいしょ、やる感じですよね。うん、タンクの方抜いてから、